だから八王子会にするから一応。そうそう、ゆいが会はね、うちのリスナーさんとして、よく来てくれてるリスナーさんね、よく来てくれるリスナーさん、うん、あ、チキンもそうだな、そうそうそう、ゆいが会はよくうちの放送に来てくれるリスナーさん、あとはまああれだな、ちょっとまあこれは別だなかもしれないけど、相手もまあさ投げてくれる人間とかいるじゃん、まあそういう人間、まあよく来てくれるリスナーさんが一番よ。美里いらっしゃい。八王子会に関しては月1飲み会を開きます。ナリリンらっしゃい。俺なんか後ろにいたのに、ナリリン?マジで?マジで?まあ、ゆいが会にするか、じゃあ飲み会はもう。めんどくせえから。うん。もう飲み会ちゃえよ、ゆいが会にしよう。八王子会と混ざっちゃうから。もうゆいが会。八王子の僕はね、和田ってわかる?ちょっと住所の町名言えないんで、和田のバス停の近くです。和田のバス停の近く、はい、いや楽しそう。もうほんとね、八王子しか集合しませんから、八王子しか飲まない、うん、ゆいが会は、まあ、僕を中心としてるので、なんで地方から来てもね、ゆいが会の参加は OK です。ただ放送は全くもってなし。豊ちゃんいらっしゃい。放送は絶対なし。もうね、オフレコで確実に皆さんで楽しむという、写真撮影は僕との写真撮影は OK だけど、他との写真撮影はなし。これは出回ってしまう可能性があるのでね、僕とは OK だけど。よくかどうかは分からないけど、夜ばっかだけど結構見てる。まあ、流説はね、もうね、酔っ払いながら見てるっていうのがね、もう定番なんで、はい。放送ないのはありがたいです。そう、放送なしでやるとやっぱ楽しめないでしょ。マッサージチェアに気持ちよさそうに座ってたんで、行けなかったです。あ、マリリン、その頃に見てたんだ。終電で帰る時間、それから美女穂だ。いや、終電で帰る感じでいいんじゃない、やっぱり M。どうしてもやっぱりそのまま美女穂だと、何、お金かかっちゃうじゃん。だから、8時ぐらいから飲んで3時間ぐらい。9、10、11とかさ。それぐらいでよくね。9時ぐらいからスタートして、10、11、12。そうすれば終電間に合うでしょ。ぜひ僕と写真なんか全然いいですよ。ジュニアルいらっしゃい。あ、立町近い。あ、そこです。メグ、そこです。はい。僕のところはそこです。もう、すでに。行動範囲が狭くないか、新宿とか違うよ。飲み会場所をどんどん変えてしまうと、そのたびに連絡を取らなくちゃいけないじゃん。でも何月何日、どこどこに待ち合わせ、何時に待ち合わせっていうのが決まってれば、例えば毎月1日なら1日、何時にここに待ち合わせっていうのが決まってればもう分かるじゃん。だろ?それそれそれ。もう絶対毎月やるから。毎月、金曜日、あ、金曜日か土曜日。まあやるんで。まあそれを結衣学会作るんでね、完全に。はい。まあどんどん。これもきっかけじゃん。何かのきっかけ。きっかけなので、最初人数ね、2人ぐらいしか来ないかもしれないけど、どんどん人が増えていく。そうそう。まあそういうね、絆じゃないけど、まあ楽しみはいいんじゃないの?まあそういうことをやりながら、どんどんやっていこうかなと。会員制?いや、会員じゃない。自分の分は自分で払う。基本的に飲み放題、食べ放題コースだよ。飲み放題、食べ放題コースで大体3000円以内に収まると考えていただければ、1回の。まあ2次会やらないんで、1次会だけで解散という形だけど、まあ大体3時間ぐらいかな。2時間半から3時間。はい。それぐらいでまあやるっていう感じかな。徒歩でも行けんだ、メイ君のところ。ってことはあれか、まああそこら辺か。誕生日俺5月の12日。もう終わっちゃってんだよ。はい。誕生日が終わってんだよね、5月の12日。そうそう。残念ながら。誕生日が終わってしまっているというこの現実、悲しいことに、まあ楽しみを広げてさ、どんどんそのこの放送とは別にまた交流を持って、そうすると放送でまた接した感じ、例えばさ、俺とさ、ジャスミンとメグとさ、ナリリンがこうやってね、ゆいが会に参加しました、実際会いました、じゃあまたこの放送に来たって時にさ、ナリリンとメグとジャスミンこうやって放送に来た時、やっぱり感じは違うと思うよ。これは俺との関係もそうだけど、5月12日にプレゼントあげるね。M、遠い。その頃 M が大体俺の放送にいるかという話よ。飲みて、ぜひね、飲んでくださいよ。本当に。はい、僕なんかね、どうしようもないですから。
八王子飲み会、シーナも来なさいよ。つか、シーナって読んじゃって俺。NG コメントだね。俺なんかまた来年の誕生日があります？今年の誕生日はね、俺放送始めてから、このふわっちで放送始めてからは2ヶ月か。こんばんは、八王子って泊まるところは探しやすい。いっぱいある。さきさん。寝カフェも4、5軒あるし、ビデオボックスが2軒、3軒かな？ 3 軒あるし、あとはサウナみたいな場所も2軒あるし、普通にビジネスホテルで言えば、すっげえある。めちゃくちゃある。で、だいたいビジネスホテルは5000円から、まあ、曜日にもよるけど、5000円からだいたい7000円とか8000円ぐらいで泊まれるな。プレゼントは可愛いカチューシャかな。する紙がねえよ。うんぴっぴ。もっとある？結構あるよね。八王子は。本当に。いっぱいあるので。ぜひね。はい。まあ、決めて。まあ、寄り合いと、寄り合い。寄り合いですね、寄り合い。わかる？寄り合いって。寄り合い。寄り合いってみんなわかるかな？寄り合いとは。ちょっと待ってな。あ、間違えた。あ、間違えた。これいいのか。あれ。これね、まあ月折り、毎月ね、これ月折りって読める？これね、月折りって書いてありますけど、月折り、1ヶ月に1回みんなで集まって飲み会やりますよ。まあ集合だな、顔合わせみたいな感じ。まあそういうのをやりますよと。これが月折り、月の寄り合いね。なので、まあいろんな方たちがね、出会っていただければ、ランランいらっしゃい、木村拓哉いらっしゃい。そうすれば皆さんの中でカッパーができるかもしれないし。マヤがビジョンに泊まる？ビジョンに泊まなくてもいいでしょ。そのまま終電で書いていただければ。老人会っぽく聞こえるのが寄り合い。あ、そうだな。月寄りにしようじゃ。月の寄り合いね。どうしての結ヶハウスに泊まりたい場合は、ダメです。うちんち泊まるのダメね。組みちらっしゃい。うちんちは泊めない。ごめんだけど、俺リスナーさんで泊めたことないし、リスナーさんでうちんち入ったことある人2人ぐらいいるけど、基本的に用事があって、うちに泊めてるだけなので、組みていらっしゃい。そうそう、用事があって、うちに泊めてるっていうか、うちにあげただけなので、基本的には、僕んちには誰もあげません。すいませんけど。はい。まあ、どうしてもね、僕が八王子にいるのも、いつまでになるかわかんないんで、いつかいなくなってしまうかもしれないんでね。はい。ちょ、飲むの。あ、飲むのが痛い。あ、いいや。ちょっと待ってね。ちょっと皆さん待って。うちんちはさすがに泊まらせねえって言うんだから。男でも女でも。いや、うちはダメよ。男でも女でも。本当に冗談抜きで。ちょっと待ってね。すみません、ちょっとお酒ね。ネムネムパイセンの家行ったでしょ。ネムネムさんパイセンの家、あ、俺ネムネム会ったことないの。そうそう、俺ネムネム会ったことなくて、まあ近々は多分会うことになると思うんだけど、まだネムネム会ったことないんでね。ちょっと焼酎飲もう。じゃあ今日はちょっと一杯だけね。あ、氷がね。で、お茶がないのでまた、はい、出ました。ごくごく飲める毎日一杯の青汁でね、割ろうと思います。ねえんだ、お茶が。うちにお茶を飲む習慣がねえんだもんな。入ったよ。あ、ふわふわいらっしゃい。
すいませんね、うん、青汁飲んだことない。あ、今の青汁はね、何、お茶みたい。今の青汁はお茶みたいだ、ね、575、結ヶ岳みんなで泊まれば怖くない、ダメだそれ、うん、青汁割り。